ウールワースビルはニューヨーク市マンハッタン区シビックセンターに立つ超高層ビルである。ウールワースビルは57階建て高さ241.4メートルであり、1913年から1930年までの間、世界で一番高いビルだった。1966年にはアメリカ国定歴史建造物に、1983年にはニューヨーク市歴史建造物に指定されている。 豪華な内装のメインロビー1913年、撮影1910年、実業家、フランク・ウールワースは、建築家、キャス・ギルバートに、カイ・ウールワース社の新たな本社ビルの設計を、依頼した。場所は、ローアーマンハッタンのブロードウェイ沿い、パーク・プレイスとバークレイ通りの間、ニューヨーク市役所の向かいである。様式は、ネオゴシック様式。1913年4月24日、 ウールワースビルは開業の日を迎えた。もともとは地区計画法に基づき高さ190メートルとする計画であったが240メートルに変更された。建設費である1350万ドルはウールワースが現金で支払った。ヨーロッパのゴシック協会を思わせる壮麗さからオープニングセレモニーにおいて S ・パークス・キャットマン牧師から商業の大聖堂と称された。 1930年40ウォールストリートビルとクライスラービルにその座を譲るまで世界一高い建物であり続け58階の展望室は1945年まで観覧客を集め続けたブロードウェイに面した高層部は最高のために設けられた中庭を持つ低層部の上にそびえ立っている外装はライムストーン色に着色された 艶出しテラコッタパネルで覆われている。力強く伏し立てられたピアは、コーニスを邪魔することなく三角形の登場部まで到達し、髪型への高い指向性を演出している。著しく目を引く、最上部に集められたゴシック様式の装飾は、190メートル下の路上レベルからも読み取れるよう、十分に大きなスケールとなっている。飾り立てられたロビーは、十字型のプランとなっており、 天井はボールトン型で、モザイク張り、中には、ギルバートや、ウールワースらの風刺画も描かれた。ウールワースのプライベートオフィスは、フランス定性様式の大理石装飾で覆われている。構造設計者、ガンバルド・オースは、支持層に達する巨大なケーソンによって、この建物の高構造を支える設計とした。高速のエレベーターが導入されたことで、高層部のオフィスにも、 同線上の不便を与えることはなく、高い不動産価値を維持することができた。テナントには、アービングトラスト銀行、コロンビアレコードが入っており、録音スタジオも、トービル内に備えている。カイダブルーウールワース社による所有は85年間、及んだが、1998年、ウールワース社の後継企業である、ベネーターグループは、トービルを、ウィットコフグループに1億5500万ドルで、 売却した。世界貿易センタービルは数ブロックを隔てた金傍に位置したが、2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件の後、数週間の間、電気、電話が使用できなかったものの、重大な被害を受けることはなかった。事件後、警備体制が増強されたことにより、以前は観光スポットであったロビーへの立ち入りは禁止された。当ビルは長きにわたって、 高等教育機関と関係が深く、20世紀前半には、フォーダム大学が多数の学部を入居させている。今日に至っても多くのテナントの中に、コントロールグループ社や、ニューヨーク大学スクールオブコンティニューイングンド、プロフェッショナル・スタディーズ、センターフォーグローバル・アフェアーズなどが含まれている。ウールワース・ビルディング・エンポーリス、ウールワース・ビルディング、 スコヨースクレーパーページウールワースビルディングストラクチャーハット AB スタディ4ウールワースビルディングニューヨークワールドデジタルライブラリー2013年7月25日閲覧ありがとうございます